はい、皆さんこんにちは、ドクター清です。ヒアルロン酸はダウンタイムもないお手軽の治療で受けたいと思っている方も多いんじゃないでしょうか。今回はですね、ヒアルロン酸の部位別の持続期間を詳しくお話していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずヒアルロン酸注入を行えるお顔の部位を説明いたします。まずはおでこですね。あとはこめかみ、あとは鼻根部、鼻背部、鼻先、鼻中、鼻翼基部、上まぶた、まぶたのくぼみ、あとは涙袋、あとは目の下ですね、ゴルゴライン、ほうれい線、頬こけの部分、あとは唇とか口角、顎、あらゆるところに注入することができます。ヒアルロン酸というのはもともと生体内の安全な物質で、溶けてしまうんですね。溶けてしまうっていうのはメリットでもあり、デメリットでもあります。ただ溶けるっていうのは部位によってですね、スピードが違いますから、どの部位が持続が長いとか、どの部位が溶けやすいっていうのも知っておいて損はないと思います。ヒアルロン酸にはいろんな種類がありますが、一番メジャーなのはこのジビダームシリーズじゃないでしょうか。アラガン社が出しているヒアルロン酸で、厚労省の認可を受けているものですね。ジビダービスタ、ボリフト、ボリューマ、ボルベラ、ボラックス、ボライト、5種類の硬さがあります。それぞれ、例えば、鼻顎だったら、ボラックス、一番硬いやつがいいとか、涙袋とか唇はボルベラっていう柔らかいやつがいいとか、首の小じわとか、そういうにはボライトって一番柔らかいやつがいいとか、それぞれ場所ごとに適する硬さがあります。もちろんボラックスとボライトだと、硬いボラックスの方が過強度といってですね、粘り気をもたらす薬剤がたくさん入っている分、密度が高いので、加水分解、分解されるスピードがゆっくりなので、ボラックスの方が長持ちします。ジビダームシリーズはどの硬さでもざっくり1年間持つと思ってもらっていいです。同じシリーズでも、ボラックスの方が長持ちするって差はあるんだけども、今回それぞれの部位にジビダームシリーズを使った場合に、長持ちする部位ベスト3と、持続期間が短い、溶けやすい部分、バースト3を発表していきたいと思います。では、ヒアルロン酸の持ちが EV 第3位、デルルルルデン、鼻根部です。鼻根部のヒアルロン酸は鼻ヒアルの中でも一番ポピュラーな部位ですよね。ここに入れることによって、鼻筋が通って見えたりとか、鼻レベルの改善とか毛根肥大の改善、そういった効果があります。大体ですね、ジビダームのボラックスを使用した場合、1年半は持つと思っていいと思います。ヒアルロン酸の持ちが EV 第2位、デルルルルデン、額です。額のヒアロン酸っていうのはやっぱり3本とか5本ぐらい使って、金額も結構上がりがちですよね。ですし、脂肪注入を行う人も多いので、ヒアルか脂肪かで迷う方も多いと思います。で、意外と額のヒアルってのは吸収がすごくゆっくりなんですね。特にボトックスと併用しておでこの前頭筋、筋肉を緩めたりしてあげると、ヒアルのやつがより下がって、長期間いい形をキープすることができます。額のヒアルも1年半ぐらいは持つんですけど、1年半で完全になくなるわけではないです。例えば1回で最初に 4cc 入れたとします。 4cc 入れたとしたら、1年半ごとに2本ずつリタッチするっていう感じでいい形をキープできます。何度も繰り返してるうちにどんどん定着率が上がってくるので、 4cc 入れて1年半後に2本、そしたら次は2年後にまた2本といった感じで、よりゆっくりなペースで維持することができます。額のヒアルってのは1回入れちゃうとですね、継ぎ足し継ぎ足しでいい形がキープできるので、意外とコスパはいいと思います。続いてヒアルロン酸の持続が長い部位第1位、デルルルで、涙袋です。これは本当に個人差は大きいんですけど、2年以上持つことがザラにありますね。3年4年持つ人も多いと思います。涙袋ってのは本当に吸収が遅くて、1回入れるとですね、ずーっと残ることザラにあります。涙袋なんて片側ほんと 0.1cc ぐらいでも足りますから、ちょっとの注入量で数年持つので、メイクや涙袋を書く人とかはもうその手間も省けますし、目も大きく見えるので、実はめちゃくちゃコスパがいい部位なんです。持ちも良くて安くて効果も大きい、絶対みんなやった方がいいと思います。続いてですね、ヒアルロン酸の持続が短い部位ワースト3を発表いたします。でん、第3位、唇です。唇ヒアルは涙袋と同じボルベラを使うことが多いんですけど、食事や会話で日々動かす部分なので、吸収がなかなか早いと思います。持続期間としてはおおむね9ヶ月程度を目安に見ていただいた方がいいですね。9ヶ月でほぼ元の状態に近いぐらいまで戻るので、理想の状態をキープしようと思ったら、半年に1回ぐらい少しずつリタッチするのがいいかもしれません。ヒアルロン酸の持続が短い部位第2位、ドゥルルルルで、ほうれい線です。ほうれい線ヒアルっていうのは、ヒアルの中でも最もポピュラーと言ってくらい、すごくやる人多いですよね。ただ、ほうれい線ヒアルって結構持ちが良くないです。ほうれい線ってやっぱ本当それも食事や会話ですごく動かす部分ですし、吸収されてなくなるというわけよりかは、ほうれい線を持ち上げる効果っていうのがあんまり長続きしません。ほうれい線っていうのは、皮下脂肪組織なんですね。皮下脂肪の柔らかいところにヒアルを入れてくるので、なかなか持ち上げるのは長期間続かずに、だんだんその下の方にめり込んでくるんですね。だから持ち上げてたヒアルが下に沈んでくるっていう感じで、吸収されるというかは、形態維持が長く続かないといいんですね。実際も半年程度と思っていた方がいいと思います。ただ、ほうれい線ヒアルは意味がないかと、そうではなくて、持続ヒアルとの併用により、効果をぐっと伸ばすことができます。ここは、皮下脂肪組織内ではなくて、骨膜上皮骨の上に置いてくるので、骨の上に置いたヒアルっていうのは、やっぱり吸収も遅いですし、ほうれい線っていうのは直線上にいるんじゃなくて、塊状にいるので、体内に入れる面積が少ないため、吸収もゆっくりです。なので、貴族とほうれい線を組み合わせていることによって、ほうれい線ヒアルの持続が短いと弱点をカバーできます。続いて、持続が短い部位、第1位。ブルルルルでん、鼻先です。さっき言った鼻根のヒアルは長持ちですけど、鼻先は持ちが悪いんですね。これも鼻先のヒアルはすぐ吸収されるわけではなくて、ほうれい線と同じ理由で、その形態維持をするのは難しいんですね。具体的には3ヶ月ぐらいで元の形に戻ると思っていいと思います。どうしてかというと、鼻先ヒアルっていうのは鼻翼軟骨という軟骨の上にいるんですね。鼻根部の場合は鼻骨を骨の上にいるので、骨の上に置いた硬いボラックス、ヒアルロン酸には皮膚を持ち上げるのは1年半ぐらい続きます。ただ、土台が軟骨なのでその上にボラックスを置いても、鼻の皮膚の圧にですね、軟骨が負けてしまって、ヒアルロン酸が軟骨の中にめり込んでくるんですね。
ね、軟骨と軟骨の間にヒアルがめり込んで沈み込むことによって、鼻が高い状態をキープできないっていうのが鼻先ヒアルの弱点です。しかも鼻先ヒアルっていうのは、すぐに吸収されるわけではなくて、その場にヒアルをあり続けるので、どんどん追加していくと、どんどん鼻が丸くなってですね、団子物になっちゃうんですね。だから3ヶ月で鼻先ヒアルなくなったかというと、鼻先ヒアルをそのペースで入れ続けると、気づいた時には鼻がだいぶ丸く大きくなってしまってますし、他の動画でも詳しくお話してるんですけど、鼻先ヒアル入れ続けると、どんどん中の内容物が大きくなっていって、鼻先の血流が障害されるリスクも上がっていきます。鼻先ヒアルっていうのは、やりすぎないことが大事ですね。じゃあ鼻先ヒアルがさっき言ったら長持ちしないし、何度も入れると、そういうリスクがあったりとか、ダモがなっちゃうってなった場合に、じゃあどうしたらいいのかですけども、鼻ヒアルってシミュレーションってすごい優秀ですよね。僕も鼻フル2回やって、1回目は壊死してマリオみたいになっちゃったりとか、大変だったんですよ。だから、いきなり鼻フルはしんどいと思うんですよ。鼻ヒアル2回、3回やって、それでやっぱいいなと思ったら、実際に微線形成とか軟骨移植とか、そういった、いわゆる鼻フルみたいな施術に移行するっていうのもいいと思います。でもまずは、そこまで行く前に鼻ヒアルでシミュレーションしてみるっていうのが大事だと思いますね。はい、ここまではですね、ヒアロンさんの持ちがいい部位、悪い部位のベスト3とワースト3をご紹介しました。結論をまとめますと、お顔の動きが大きい場所、口周りとかほうれい線周りとか吸収が早いです。あとは、入れ方も問題で、ほうれい線みたいに直線上入れると、体内に触れる表面積広くなりますよね。そうするとやっぱ下垂分化といって分解が早く起こりやすくなります。なので、貴族ヒアルみたいにこう棒らす、つまり塊状で入れると、球状に入るので、体内に触れる面積が相対的に小さくなって、分解もゆっくりになります。それで入れ方も吸収速度に影響を与えます。当院でありましたお話したジビダームシリーズですね。ボラックス、ボリューマ、ボリフト、ボルベラが税込み1cc 44,000円でお取り扱っております。私さんの相場の半額ぐらいと思いますから、お試ししやすいと思いますし、ニューラミスって韓国製のものとか、クレビエル、鼻折り特化した硬いヒアルのさ、そういったものの扱いもございます。カウンセリングは無料ですので、ぜひ一度当院にお気軽にお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローよろしくお願いします。またコメント欄や動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。